オリンピック体操種目における女子選手として初の10点満点を記録したナディアコマネチ10点満点は2006年に国際体操連盟により採点基準が変更されるまで体操競技における最高得点であった。1976年のモントリオールオリンピックにおいてナディアコマネチが10点満点を連発したことから一躍有名となった。 他のオリンピック体操競技選手で10点満点を記録した選手としては、1984年、ロサンゼルスオリンピックのメアリールーレットンや1988年、ソウルオリンピックのダニエラシリバシュラがいる。今日では、様々な大会で難易度に応じて採点システムが異なっているため、必ずしも10点が最高得点であるとは限らない。採点基準見直しの契機となったのは、 2004年のアテネオリンピックにおける二つの出来事であった。一つは男子個人総合平行棒競技での両対坂への演技に対する採点ミスである。両は10点満点の構成で演技したものの、審判が誤って9点9点の構成で採点してしまったため、針は金メダルを一して銅メダルに終わった。これには後日談がある。二人の解説者と この競技の金メダリストである、ポールハムの監督が、両の演技をビデオテープで確認したところ、さらに、第2の採点ミスがあり、優勝は覆らないと述べている。二つ目は、男子種目別鉄棒競技でのアレクセイ・ネモフの演技においてである。演技の出来に比べネモフの得点があまりにも低く採点されたため、観客は不満のブーイングを放ち競技が10。 数分ストップせざるを得なかった。ネモフは観客の前に立ち、応援への五レート競技が継続できるように静粛を求めた。最終的に審判団はネモフの得点をわずかに引き上げたが、メダルには手が届かなかった。国際体操連盟は前節で述べた不手際を踏まえ、2006年に採点システムを変更した。従来の10点満点からの減点方式ではなく、 それに加えて技の難易度に応じて加点を行う要素を盛り込んだのである。詳細は体操競技採点方法を参照されたい。この変更は大きな批判を呼んだ。ルーマニアの名白落カーロイベーラはクレイジーだ。体操競技史上最悪の愚行だと吐き捨てた。メアリール・ルーレットンは難解すぎて私にも未だに理解できないと困惑を隠さなかった。ナディア・コマネチは 次のようにコメントしている。競技を定義するなんて理解不能だわ。私たちはユニークさを競ったものです。10点満点、私たちにとっては初めての、そして夢の演技でしたが、今の10点は皆さんにとって満足のいくものなのでしょうか。1967年に女子選手初の10点満点を記録したベラチャスラフスカ。 内はその大会において10点満点をマークした回数を示す。1924年パリ1976年、モントリオール1980年モスクワ1984年、ロサンゼルス1988年ソウル1992年、バルセロナ。ありがとうございます。